井さん？こんばんは。お疲れ様です。こんばんは、森岡さん。ちょうどあなたに会いたいとは思っていました。な、無え？え？無え？む、無理です。え？そんなにですか？いえ、あの、違うんです。その、今私すっぴんだし、こんな格好だし。あ、聞こえました。え、あ、いや、はい。恥ずかしいな。そうだ、甘いものはお好きですか？ありがとうございます。コートやマフラーまで貸していただいちゃって大丈夫ですか？ええ、こう見えて結構着込んでいるんですよ。お腹を鳴らしている姿を見ると去年のクリスマスを思い出しますね。ん？すみません、チキンください。思い返しても桜井さんには情けないところばかり見せていて。森岡さんは少し自己評価が低いと思います。少なくとも俺は真面目で優しいと。真面目で優しい、その言葉を言われるの、ある人を入れて二人目で、その人もよく私を励ましてくれました。